JR のボンバルディア CRJ、側面ドア一体型の最も一般的なエアステア、ノースウェスト航空のボーイング727の、ベントラルステアクバーナ航空の約マイナス 42D の、ベントラルステアアラスカ航空のボーイング737のコンビキジョージ W ブッシュが、VC-25 にエアステアで登場している、日本エアコミューターの YS-11、日本国政府専用機エアステア、 または、ベントラルステアは、乗客が航空機に搭乗するために使用する、航空機に格納された階段である。多くの場合、階段は折りたたみ式で航空機の客室ドアに組み込まれている。地上設備から独立したまま航空機から搭乗及び、後期することができ、乗客がタラップやボーディングブリッジを使わなくて済む。飛行場の地上設備が未整備だった。 旅客航空輸送の黎明期、あるいは近年でも、地方空港や小型機専用空港において有用な装備である。エアステアを搭載した最も初期の機体は、マーチン2から0から2及び、マーチン4から0から4である。また、ダグラス DC-3 の一部は、エアステアを後付けした。ボーディングブリッジの設置やタラップの配置による、 空港インフラの整備によってエアステアの必要性は減少している。ワイドボディ機はドアの位置がナローボディ機よりも地上より高い位置にあるためほとんどエアステアを採用していない。例外としてロッキード L-1011 トライスターは唯一ワイドボディ機で客室ドアにエアステアが備えられている。他のワイドボディ機では v c 十五や i l 十六が 客室にアクセスするためのエアステアを貨物室に備え付けられている。航空会社が特注した事例として、パシフィックサウスウェスト航空が発注した L-1011 トライスターには VC-25 と同様に貨物室へ出入りできる小さなエアステアが左側に一箇所設けられていた。DB クーパー事件でハイジャック班は空中で機体から脱出するのにベントラルステアを使用した。 その後、飛行中にベントラルステアが展開されることを防止するため、クーパー・ベインズが設置された。ボーイング727やマクドネルダクラス DC-9 のようないくつかの航空機は、航空機が素早くターンアラウンドできるよう、乗客が航空機の前方から降期している間に、航空機の後方から機内整備ができるように設計された。 またエアステアは、地上設備なしでも航空機に、政府用人が搭乗できるように、セキュリティ対策として使用される。ボーイング727、マクドネルダグラス DC-9、マクドネルダグラス MD-80、マクドネルダグラス MD-90、BAC1 から11、約マイナス40、約マイナス42のようなリアエンジンの航空機のエアステアは、胴体後端の下部。 機体の中心線に格納されている。このタイプのエアステアは、ベントラルスターとも故障される。イルマイナス86は、貨物室のポートサイドに3個のエアステアが備え付けられている。乗客が後期するための階段がドア内部に組み込まれた最も一般的なエアステアは、ほとんどのビジネス航空機、リージョナルジェット機、およびその他の小型機で見られる。フォッカーや、 VFW614 はこのデザインで普及した。階段は実際にはドアの一部であり、ドア下端に設けられた蝶子街を中心にドアを外側に開けて地面に振り下ろすと、ドア裏側がそのまま階段になっている。航空機の床の高さが地上と近く、最も大きな問題の一つであるエアステアの組み立てに関するデザインのために複雑であったり、重量がかさむことがないため、 このデザインは効率的である。他にも比較的床の高さがある小型ジェット旅客機に普及しているタイプがある。前方の客室ドア下に位置する床下に階段が折りたたんで収納されており、すぐに機体から展開される。このタイプのエアステアは、ボーイング737、マクドネルダグラス DC-9、エアバス A320 シリーズのような多くの 短距離航空機で見られる。しかしこのメカニズムはかなり重く、結果として多くの航空会社は航空機の重量を減らすため、このシステムを取り除いている。ユニークなエアステアのデザインとして737のコンビ機の後方ドアに使われた。これは多くのビジネス機のように開くと振り下ろされるクラムシェルドアから成り立っている。しかし地面へ展開する階段は、 ドアの曲線に沿って折りたたんで収納されている。このシステムは損傷に非常に影響されやすく面倒であった。そのためユーザーは取り除いている。最も珍しいエアステアのデザインはロッキード L-1011 トライスターで見られる。エアステアが貨物室に保管され、右後方の客室ドアから地面へアクセス可能である。この設計は最終的に非常に大きく、 重たかった。また、ほとんど使用されず、貴重な貨物スペースを使用することになる。YS-11 にもエアステアが一気装備されており、携帯としてはボーイング737等に近いが、エアステアはドア内側の床上に折りたたんだ状態で設置されており、プラグドアを外側にスライドして開けてから外部に向けて展開された。 したがってこのドアを利用する場合は必ずエアステアを展開する必要がある。旅客専用型では、左前のドアが貨物旅客混載型では、左後のドアがこのエアステアを装備する位置となっていた。ビッカースバンガードも同様の床置き型エアステアを装備できた。ありがとうございます。